ドイツ連邦鉄道は1949年から1993年まで存在していたドイツ連邦共和国の国鉄である。日本では西ドイツ国鉄とも呼ばれる。ドイツ連邦鉄道は連邦共和国の非法人特別財産であったが独自に訴訟の主体となることができた。本社はフランクフルトアムマインに置かれていた。ドイツ民主共和国の国鉄は ドイツ国営鉄道と呼ばれており、ドイツ再統一後も1993年までの間はドイツ連邦鉄道と別個に運営された。つまり、一つの国家に二つの国鉄が存在していたことになる。1994年1月1日にドイツ連邦鉄道とドイツ国営鉄道は合併し、商法上の企業であるドイツ鉄道が発足した。 ドイツ国営鉄道からドイツ連邦鉄道への解消に関する鉄道連報ドイツ連邦鉄道は第二次世界大戦後西側連合軍占領地域におけるドイツ国営鉄道の後継者として1949年9月7日に発足した。1952年7月1日にはフランス占領地域の南西ドイツ鉄道運営連合も統合した。これにより 西ドイツにおける統一した国鉄組織となった。1957年にはザールラント州がドイツ連邦共和国に復帰したためザールラント鉄道もドイツ連邦鉄道に加わった。1991年時点では連邦鉄道の長期債務は64億ユーロに達した。ドイツ連邦鉄道の特徴はモータリゼーションにより道路交通との市場シェアをめぐる。 競争がますます厳しくなったことが挙げられる。費用負担を回避するためにドイツ連邦鉄道は不採算であると評価されたローカル線の大規模な廃止を実施した。以下のような輸送実績が記録されている。一方でさらなる路線の廃止を回避するために支線における営業を魅力的なものにしようとする取り組みも行われた。その一例がシティバーンの導入である。 それにもかかわらず多くの地域で鉄道路線を廃止しなければならなかった。1990年代からは地方において鉄道を活性化するために新しく運輸連合の設置が行われた。一方で新線の建設も行われ比較的規模の小さい地域にも長距離鉄道、高速鉄道、S バーンの導入が行われた。数少ない支線の新設の例として ビッケタル線の布設が挙げられる。寝台車、食堂車、ケータリングサービスの営業には、ドイツ寝台車、食堂車会社が設立された。T ラインゴールと動力に関する近代化が実施され、蒸気機関車は、電気機関車とディーゼル機関車に置き換えられた。蒸気機関車の最終運行は1977年12月であった。同時期に、西ドイツ領域における、 主要路線のほとんどが電化された。動力近代化の結果として、旅客輸送では T やインターシティなどの新しい種類の列車が導入された。アイスの概念と車両の開発もドイツ連邦鉄道の時代に遡る。貨物輸送ではフォワーダーとの競争に耐えられなかったため、小口貨物輸送が完全に廃止された。この結果として創車場の多くが廃止となった。 同時期に石炭や鉄鉱石などのバラ積み貨物の輸送量も減少した。費用が高くロールボックやロールワーゲーに貨車を乗せるために長い時間がかかることなど競争力が低かったことからバンゲローゲ島鉄道を除くドイツ連邦鉄道所有のすべての狂気の鉄道が順に廃止された。にもかかわらず、 1985年の時点で、ドイツ連邦鉄道は322,383人の職員を抱え、ドイツで3番目の大きな雇用者であった。1970年代半ばには、ドイツ連邦郵便を抑えて最大の雇用者であった。1980年代には、DB90 というドイツ連邦鉄道の競争力をより高めるための取り組みが行われた。 1993年10月25日にはフランクフルトアムマインに新しく1059室を有するビルディングを建てた。この建物はその後ドイツ鉄道の中心として運用されている。ドイツ連邦鉄道の歴史の中でいくつかの重大事故が発生している。特に大きなものは1971年にケルン近郊のダーレラウで起きたものとアイトラングで起きたものがある。 コンスタンツコの帰線、ミュンヘン特に鉄道路線から離れたところへ貨物を輸送するために、ドイツ連邦鉄道は独自にトラックを所有していた。これに加えて、多くの運送事業者が小口貨物を企業へと輸送していた。1960年代から1970年代にかけて、ドイツ連邦鉄道はドイツでも最大級のトラック、所有者であった。 通常のトラックだけではなく、様々な特殊車両もあった。地方部では、非効率な旅客鉄道の代行として、バーンバスを運行して、主要な駅と結んだ。ドイツ連邦鉄道の機動車などのディーゼル車両と、同様にバーンバスには赤い塗装がなされていた。この部門は、第二次世界大戦前のドイツ国営鉄道自体に、すでに存在していた。 ドイツ連邦鉄道は、オーストリア連邦鉄道及び、スイス連邦鉄道と共同で、コンスタンツ湖において船舶による旅客輸送を行っており、また1951年には、デンマーク国鉄と共同で、グローセンブローデとゲッサーオムスブフェリーの運行を開始し、後には渡り鳥りコースとなった。また、バンゲローゲ島への船舶営業も行っている。 ドイツ連邦鉄道はこのための独自の船舶も所有していた。ドイツ連邦鉄道は4段階に区分される。ドイツ連邦鉄道には鉄道警察が付属していた。ドイツ連邦鉄道は5人で構成される委員会によって運営されていた。委員は平等で、その議長がドイツ連邦鉄道上級総裁と名乗り、他の委員はドイツ連邦鉄道総裁を名乗っていた。 5人はすべてドイツの公務員の俸級等級で最高の B11 に分類されていた。ソビエト連邦占領地区と西ベルリンにおける旧ドイツ国営鉄道は東ドイツで法的な理由からドイツ国営鉄道という名称のまま存続した。どちらのドイツ国鉄も西ベルリンにおける旧国営鉄道資産管理局とともに 鉄道改革により1994年1月1日に連邦鉄道資産に移管された。列車の運行とインフラストラクチャーの管理を行う営業部門は新たに設立されたドイツ鉄道株式会社に1994年1月5日に分割された。規制などを担当する部門は連邦鉄道庁に同日移行した。ありがとうございます。